でかくなった。やば、無限増殖。よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ110はね、トバイス、あとトガちゃん、この二人がね今ピンチだよね。トガちゃんだって意識ないんだもんな。やばくね？いやー、こいつ遠くから、うざ、安全な場所から。うん。勝利。うん。いやー、だからこれをね、まんま、トワイスの形で作ったわけだね。突然だからトワイス出てきてびっくりしたけど。だからあれか、これを人形をまたトワイスの形で作ったのも作戦のうちなんだ。ああ、そういうことだね、多分、今のギランの。やばくない？おい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 、首、首もごうって、うわぁ、効いてる。うわ、この人形やばいわ。トゥワイスが狂うよ。やばいやばいやばいって。トゥワイス、いや、お前しかこの状況多分、どうにかする人いないと思うんだけどね。いや、ここでなんとか前回のトガちゃんとかしがらきみたいに、彼にもなんか殻を破ってもらって成長してほしいんだけど、どうなるんだろうね。いや、トガちゃんとか前回すごかったからね、あの能力。あの能力あったら最強じゃないくらいのさ、もしデク君とかの血をね、手に入れて、デク君が、先代とかの力とかさ、どんどん出せるようになってったら、それもまた使えるってことなのかな？だとしたら相当よ、ほんとトカちゃんの力。だ、そんなトカちゃんが今ピンチだからね、なんとか頑張って助けてもらって、頑張って、頑張ってなんだよ。もうおかしくなってんだよね、だいぶこのヴィランカで今見始めて。トカちゃんの前回の過去見ちゃって、ますますトカちゃん好きになっちゃったし、ね、こういう風にヴィランカデミアのね、このヴィラン連合のキャラを深掘りされると、もう見てる僕たちはね、これからどういう目でこのデク君たちと戦うさ、二つの勢力を見ていけばいいんだろうねっていう。もう感情的に、なんかどっちもなんか気持ち分かって応援したくならないか。いや、すごいちょっとさ、もういいように手のひらで遊ばれてるよね、原作者も。で、早速あれ？これ、トゥワイスのあれか？いや、また過去か。いやー、これまたトゥワイス大好きになっちゃうよ。いや、対人はね。けど、やり直せなかったんだよね、きっと。そんなことある？だからこれ仕事場で、どんだけついてないのよ。そんな。それでヴィランにもなっちゃうのか。ねえ。いやー、このトゥワイスはね、前の話でもね、彼は嫌いじゃないよ、俺。
で、前のやつか。だからこれで壊れちゃったんだよね。うん。あ紙袋かぶって喋ってんの？ああ、ギラン。あ、これで初めましてか？ここも。うん。いや、自分が本物かコピーなのかとかね、そんなのもあったよね。国が落とせる。だ、トゥワイスの能力相当すごいんだね。この評価、この信頼。だからその信頼されてる仲間が今ピンチですよ。トゥワイス。いや、だから家族みたいなもんだよね。ああ、来た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 。あ、え？ちょっと待って、トゥワイスがなんとかするんじゃないの？やばい。ああ、もう、こいつ、うっざ。やばい。あ、トカちゃん、起きたの？トカちゃん、なんとかしてよ。うん。え？あ、ああ、ああ、ああ、で、笑ってる。ああ。自分は本物だったんだみたいなね。うん。あ。あ、なんか目が。あ、トゥワイス？いや、反撃じゃないこれ。いや、トカちゃんかな。うん、助けて！助けてあげて！お、おい！今のは？おお！ああ、仲間を殺さない、いいセリフ。うわ、一気に。おお。これどういうことかな？サットマンズパレード。うん。うん、二つまで。けど、うんうんうん。うん。なんか進化してさ、コピーもみんななんか強いとかあったらすごくない？今、ブワー出たけど。あ、最初に弾を手に入れた時の話かな、これ。すごいあれだね。仲間への思いが強いね。おう、行く。頑張れ、こっからだね。あ、かわいい。この子、解放軍か。え？え？でかくなったの？うわ、え？やば、え？無限増殖？無限や。マジで無限や。あ、ああ、そうだ、今、喋りが。あ、トゥワイス。やばい。てか、11万なんかもう目じゃないじゃん、これ。うん。いや、一度失敗してんの？いや、それでなんでそんな強気になれるのよ。けど、その一度が気になるな。うん。お、笑ってる。いや、むしろ感謝なのかな。この状況やばいね。え？どこまで増えんの？本当に無限なの？あ、質。あ、こいつか。いや、やっちゃえ、ダビ。いや、ダビだって。うん。
またこの炎と氷っていうね、ちょっとトトロキくんが分裂して戦ってるような。もう、トゥワイスなら絶対助けんだ。ああ、いるいる。いや、なんかみんな、腕立てしてるやついるけど。やべえ。ああ。はいと、勇気。確かに。トゥアイスいいわ。もうみんなで集団でね。ああ、2万発。うわ、けん。いいぞ。あ、ああ、そうだ、マキアね。忘れてたわ。じゃ、ちょっと手加減？うん。あと1時間。うん。ん？トカちゃんまだ救えてないの？こんな増えたのに、あんな至近距離で。え？わわわわわわ。あいつか、氷か。うん。氷が出せるわけじゃないんだもんね。なんかこの街の中であらゆるところに用意してたのか。温度？ええー、いや、水道管とかもう、やば。無限に増えるじゃん。うん。でえー、あ、あ、トゥワイス。ああ。いや、こいつ相当やり手に見えるけど、けど相手ダビだしね。え？あ、うん。やばい。え？もうちょっと限界来てるってこと？ああ。ああ。あれか、トゥワイスと一緒に解放軍もやれたのか。うん。いや、ちょっとドクター、なんかノームとかくれない？お？あ、あ！いや、マジでノーム？ん？あ、マキアか。起こしたのか、今の。声で。うん。一時間待たず来んじゃない？え？え？飛べるの？え、空飛べるの？あいつ。これもうすぐ来るじゃん、じゃあ。まあまあ、けど、ヴィラン連合にとってはね、ありがたいか。うん。うん。いや、寝不足がね、しがらき。うん。いやー、じゃあこの死をね、開いてかないと。おうおうおう、もう、あとちょっと。わー。おう。あはは、来たやべえ。いや、マジでこれすごい。いや、これも最強だろ。奥とか蝶になれるんなら、地球埋め尽くせるよね。役に立つかどころじゃないだろ、これ。あ、褒められた。ああ。うん。いるいる。うん。いやー、そろそろあれか、トップ同士の戦いもあんのか。やるのこれ。しがらきとあいつ。やーば。なんか今、ホークスみたいなやつ飛んでたね。ねえ。うん。
ああ、要は人質としてギラン目の前にしたらうまく戦えないんじゃないかってことか。ドゥアイス。あいつ？あのサングラスの。あ、なんかこういうの聞かない方がいいんじゃない？なんかそういう力とかなんじゃない？もしかして。なんか説得力みたいな。あれ、前にもう個性の力の説明あったっけね？お？あ、解放軍？え？なんかバフでもかかったのかな？やっぱ、なんかバフ使い？なんだ？これは？本物？偽物？とうとう来たよ。ああ、そして、増える。本物かな？待て。やばくない？これ。これも能力は？能力使えるんだっけか？前に出してたっけ？ちゃんと喋るね。そして。これもマジでさ、トゥワイス、ほんと、国取りできるね。もうわかんねえ。もういいや。もういい。そこはどうでもいい。頑張れ。いや、けど、あれは、そういうことね。え？何それ？やっぱ強えんだな。トップにいるだけあって。まずい。あー、で、そうなってやっぱ動けないんだね、トワイス。やっぱ能力使える？これすごくない？みんなやられちゃったの？一撃で？まあまあ、そっか。弱いっちゃ弱いんだね。やっぱコピーだからね。そこは変わってないわけだ。タバコ？いや、だから最初に居場所作ってくれた人だからね。すごい大事に思ってんだろうね。いや、怖い怖い。それ何？どんな力これ？これは？さっきのあれ？コピー？ってことか。生きてるとはってこと。ん？わかる。自分かな。これどうなってんの？ルフィみたい。個性の母。
だ、ああ捕まっちゃった。いやー、けど、それは、そこはさ、何でも使って OK の世の中にしちゃったら、本当にそれでいいのかね。ああ、母さん。それ何？だから、それが出れば出るほどなんか強くなっていくのかな？クッション？あいつ？あ！マキアが来てんのかな？そう？ああ本物マジで中にいるのに分かってんのにね。しがらきさすごもうやり方が大胆あなた。最初マキアなのかと思ったよ。これは本物？話してたあいつは倒しちゃったんだね。超すげえ展開。いや、で、これであれでしょ？今俺間違ってたけど、マキアとかも、もう来るんじゃないの？もうクライマックスかな？いよいよ次回が。いや、ていうか、トゥエイトじゃない、トゥワイス。いやー、ちょっと恐ろしいほど能力また向上したね。無限増殖ですか。これマジ、戦ってる中であんなことやれたら手つけられなくない？ 100 万でも1000万でも、まあ、億でも多分増えられるんだよね。で、あんな感じでさ、いや、ダビだ、しがらきだ。まあ、それは一撃与えりゃやられんのかもしれないけど、作られて能力は使えるってなったら、いや、前回のトカちゃんもやばいなって思ったけど、やばさ具合で言ったらこっちの方がやばいな。いやー、ヴィラン連合の成長が恐ろしい、恐ろしいけど、ね、過去の話とか見てるとなぁ。なんか嫌いになれないっていうかね、この後デック君たちに、やられちゃえとはなんか言えないんだよね。まあ予告。あ、スピノ。お？なんだ今。思い出す？ああ。いや、てか、でかくなってる。あ、手。家族。いや、てか、オリジンはやべえぞ。しかも、志村天功のオリジンなの。これ、ちょっとやば。やばい、絶対やばい。で、ここで一体どんな過去が見れるかだね、天功の。それでまた思い出して、この後ね、このしがらきがどうなるかだね。より恐ろしい方向にね、彼が変貌しそうな気がするけど。最初はデストロの思い継いでみたいな感じで息子さ、結構優勢になるのかもしれないけど。けど、ここでじゃあ解放軍やられちゃうの？あいつ倒されての、やっぱ前に、死柄木がすっごい笑顔だったってとこに繋がるのかな。そうなったらじゃあ決起なんか起こらないじゃん。いや、いろいろちょっと時系列がね、順番めちゃくちゃだからさ、もう俺もちょっと頭の中整理ついてないや。こうなったらこの後の展開ほんと見守っていくしかない。それでどうなっていくのかを確かめよう。いや、けど次回オリジンか、楽しみだね。また明日ね、見ていきたいと思うんで、ぜひね、同時視聴一緒に楽しんでいってください。そして見守ってください。以上、動画部凸がお送りしました。バイバイ。